伊勢屋呉服店のファッションショーに行ってきたので、その裏舞台も含めてショーの様子をご覧ください。どうぞ。ヘアスタイルもなんか今風で、三つ編みをちょっと崩した感じの、ほぐした感じの、こんなヘアで可愛かったです。このファッションショーを主催している伊勢屋呉服店はこの会場の近くにあるんですけれども、実際に行ってみました。レンタルの着物もありますし、あとは販売の着物もあります。小物類も売っています。こちらは一緒に開発したゆかもんのブランドの石鹸2種類です。ゆかもんっていうブランドの URL は下にも貼っておきますので、クリックしてみてください。2種類あって、時の花っていうピンクがかったデザインの石鹸と、あとね、もの宴っていう、ベージュとかイエローとかの、石鹸があります。どちらもアロガンオイルたっぷり入ってるし、あとゴートミルクもたっぷり入っていて、すごく潤いの残る、洗い上がりになる石鹸です。モバイルでご覧になっている方は、下の概要欄のところにリンクを貼っておきますので、ぜひクリックしてご覧いただけると嬉しいです。伊勢屋さんの店頭で販売しています。伊勢屋さんの住所なども下の概要欄に書いておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。